日本神奈川県横浜市中区小港町小港町は神奈川県横浜市中区の町名。現行行政地名は小港町1丁目から小港町3丁目で、住居表示は未実市。郵便番号は231-0802。中区東部に位置し、北は新山下3丁目、西から南にかけて山手町、北方町、本木町、本木宮原、 本目12点、東は、西木町に接す,する。町内を南北に、幹線道路山下本目磯子線が通り、町の北部が1丁目、南部の山下本目磯子線東側が2丁目、道西側が3丁目となる。1丁目東側の埋め立て地には、UR 賃貸住宅、ビューコート小港があり、人口は多い。ビューコートと本目点の境には、 千代崎川の河口があるが、暗渠化された後2008年より、ほとんどの区間で埋め立てられた。一丁目西川と山手町との境の道は、和新坂と呼ばれるが、坂の名の由来には、諸説ある。二丁目の全域と三丁目の一部は1946年に、米軍に接収され、横浜海浜住宅として使用されてきたが、1982年に、返還された。 二丁目には2008年11月21日に伊東洋華堂本木が開店。不採算のため2016年7月18日に閉店となった後、同年11月4日に港湾の島3話を各テナントとした本木フロントが開店した。1933年に中区本木町及び北方町から新設された。1938年に 北形町の一部、1941年には埋め立て地を編入。1970年に町域の一部を新山下三丁目に編入した。町名はあざなの小港から取られた。新編武蔵風土機構の北方村の港に、小名小港の記録がある。2017年12月31日現在の世帯数と人口は、 以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。